どうも、五十嵐です。今日はですね、腱鞘炎についてお伝えしていきます。まあ、腱鞘炎と間違えやすい疾患もありますので、それも合わせてお伝えできたらなと思います。その解説と治し方までやっていきます。で、腱鞘炎なんですけども、この手首の腱鞘炎ですね。手首の腱鞘炎。で、手首の腱鞘炎で一番多いのが、ここの腱鞘炎ですね。ここです。これちょっと骨が出っ張っているところがあるんですけども、ここが、ちょうど炎症が起こってきます。腱鞘炎です、まあ。この指ですね。親指を曲げたり伸ばしたりする動作が多い方。例えば、まあ、抱っこするってこの動作ですね。ここでギュッと力入れる動作とか、抱っこですね。まあ、指を使う動作ですね。この書き物をしたりとか、まあ、指をよく使うとか。っていう方に多いんですね。一番多いのが、抱っこが多いという、まあ、ママさんとかが多いですね。だいたい20代から30代ですね。またその、おばあちゃんですね。お孫さんの世話が多くなった方にすごく多いですね。抱っこするっていう方ね。っていう方に多いんですけども、それ以外にも、まあ、仕事で書き物したりとか手を使う動作が多い方に非常に多いです。で、同じ仕事をしていても、同じ抱っこの動作が多いママさんでも、なる人とならない人がいるんですね。で、何が違うかっていうと、姿勢が大きく違います。で、姿勢が悪いことによって、で、何が違うかっていうと、姿勢が大きく違います。で、姿勢が悪いことによって、負担がすごくかかってくるんですよね。同じ時間、同じ作業の時間をやってても、大きく負担がかかってくるので、それで痛みが出てくると。で、治療法、治し方も、姿勢、が問題あるので、姿勢を良くするような感じの、ストレッチを今日はお伝えしていきますね。で、その前にですね、ここに何が起こっているのかっていうのを説明していきます。まあ、この手首の手の皮をガバッて剥がすと、こういう感じで骨が出てきます。で、この緑色のところが、まあ、今回お伝えするところですね。これは腱です。腱と呼ばれるような組織ですね。体の組織です。で、筋肉が骨にくっついて、筋肉が収縮すると骨を引っ張るような感じで動かすことができるんですね。筋肉ってそのまま骨にくっつくわけじゃなくて、こういう紐状の腱になるんですよ。こういう紐状のね、紐状の腱になって骨にくっつくと。で、それが筋肉が収縮して骨を引っ張り上げるような形なんですけども、ここありますよね。ここです。まあ、腱鞘です。束になって腱鞘に包まれています。で、その腱鞘の炎症が腱鞘炎と呼ばれています。で、この腱鞘何のためにあるかというと、この腱があるでしょ。腱鞘でトンネルになってるんですけども、腱を、こういう感じで腱が滑っていくんですけども、この滑りを良くするため、摩擦を起こさないためにこの腱鞘があるんですね。滑りを良くしている。ようにできているんですけども、まあ、指を使いすぎるとこの腱鞘が炎症を起こしてきて、つまり動かすとこの腱が滑るので、こういう感じで滑るので、炎症を起こしている腱鞘を通ると痛みが出てくると。で、特に、まあ、いろんなところに腱鞘ってあるんですけど、ここがすごく多いっていう理由の一つに、腱鞘プラスここにバンドがあるんです。手首のバンドがあるんですね。このバンドが上からかぶさっているので、しかも骨がすごく出っ張っているところにこういう腱鞘があってバンドがあるんで挟まれちゃうんです。で、よりここに負担がかかりやすいような状況になっているんです。で、なんでこのバンドがあるかっていうと、この紐状の腱が浮き上がらないようになっているんですね。例えばここにバンドがないとこういう感じで、まあ、浮き上がっちゃいますよね。引っ張った時に、グッと引っ張った時にこの腱がこう浮いちゃうんです。で、浮かないようにピタッとくっつけるようにこのバンドがあるんですよね。これが、まあ、ここの腱鞘炎が多い理由の一つになっております。ここが腱鞘炎なんですけども、うちの患者さんでもいたんですけども、 CM 関節症って言って関節炎ですよね。関節炎と、間違われてしまった場合もあります。CM 関節症ってここなんです。ここです。関節の炎症なんですよ。まあ、ここに起きます。ここ。ここですね。ここに関節があるんですけども、
うちの患者さんではここの CM 関節症と、まあ、本当はここだったんですけど痛みはね、まあ、間違われた方がいたんで、まあ、ここの辺はちょっと痛みが近いところなんで間違えやすいところではあります、まあ、以前ねこう見てもらったのが CM 関節症だったようなので、まあ、よくちょっとねこう触られもせずですねこう診断されたみたいなのですけども、まあ、近いところで間違いやすいところなんですけど、まあ、全く別の炎症なんで。さあ続いてですね、まあ、治し方、まあ、セルフケアをお伝えしていきます、まあ、4つのセルフケアをお伝えするんですけども、ストレッチです、まあ、姿勢に関連するストレッチだったりとか、まあ、筋肉って膜にこう包まれてるんですけども、膜に包まれてるんです。なのでここだけが問題じゃなくて、その筋膜に連動したところをストレッチをやっていきます、まあ、そうすることによってひどい人ってね、こう肩から腕にかけてすごく痛くなっちゃうんですよ。なのでその辺の関連する筋肉、姿勢に関連する筋肉をストレッチをやっていきます。まずですね、この前腕っていうこの筋肉をストレッチをやります。この辺のストレッチですね。まずですね、手のひらを下に向けます。そして自分の方向に手のひらを持っていきますね。こっちの方向に手のひらを持っていきます。でそうするとこの上のところが伸ばされている感じがあると思います。これだいたい15秒ぐらい数えます。そうです、で15秒数えたら少し楽にして、でもう1回やっていきます。これを3回繰り返します。でストレッチ感ない人はこういう感じでひねってみてください。指を外側に向ける感じですね。そうするとストレッチ感が回してきます、まあ、この時に肘は伸ばしたままですね、曲がんないように気をつけてください。でこれを15秒を3回繰り返します。で3回繰り返したら今度は裏返します。手のひら上にしてですね、同じように自分の方向に曲げていきます。これも同じように肘を曲げないように伸ばしたまま15秒を3回やっていきます。でこれでストレッチ感ない人は今度は指を内側に向けていきます。そうするとこの辺が伸びやすくなってきますよね。グッと。でこのストレッチ、親指を全然動かさないようなストレッチなんで、正しくやるとこの辺の痛みは全く起きないので、この時に痛みが出る場合というのは指を動かしちゃってるんで、なるべく力抜いてやってみてください。痛みが出る場合は間違ってますので、そのストレッチを中止してみてください。まあ、ここの前腕のストレッチやりました。今度は二の腕のストレッチやっていきます。上腕三頭筋っていうこの裏側の筋肉を伸ばします。でこういう感じで肘をこっち側に反対側に引っ張るようなストレッチです。これも15秒を3回繰り返してください。こうですね、こういう感じですをやっていきます。で3回繰り返したら今度は反対側、力こぶの筋肉、この辺の筋肉からこの胸の前の筋肉、大胸筋とか小胸筋という筋肉を伸ばしていきます。でこれは壁を使います。壁ですよ。で自分の肩より上側、下じゃなくて上に手をやって、指をこっち側に向けてください。こっちでもないしこっちでもないし、こうです。こういう感じで向けますね。こういう感じで肩より高いあたりで支えてもらって、この体をこういう感じでひねっていきます。いいですか。こっからこういう感じでひねっていくと、そうするとこの辺の筋肉からこの力こぶの筋肉が伸びてる感じがあると思います。これは同じように15秒数えて3セットを繰り返してください。こういう感じですね。というのをやってみてください。でそうするとですね、この辺の痛みが楽になってきますので、これを繰り返していただくと、まあ、さらにこの親指のここですね、ここをグリグリ、まあ、この指でグリグリと、親指でグリグリとやります。
痛いのはここですからね。ここは押さないように、この母子球っていうんですけどもね、この筋肉をよくよくこうほぐしてあげてください。30秒から1分ぐらいですね、をほぐしてあげます。まあ、これを朝昼晩と3回繰り返すと。で、できたら、まあ、最低でも1回ですね。1回やって、できるようでしたら3回繰り返してみてください。これをやることによって、この辺の痛みが楽になってきますので、どうぞ試してみてください。で、今日これを聞いてですね、役に立ったなと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。それでは、五十嵐でした。どうもありがとうございます。